はい、UFC ファイトナイト198にて、マイケル・キエーサとショーン・ブレディ、のウェルター級ワンマッチですね。ショーン・ブレディは、まあ、現在無敗の、まあ、ウェルター級の超新星ですよね。確かね、ケビン・リーと組まれてて、あれ、ケビン・リー欠場したんですよね、確か。うん。で、動画も、このチャンネルでアップしてたんですが、あれ、なくなっちゃったんですよね。余裕で勝てたと思うんですけど。ケビン・リー普通にもう、もう全然今ダメやから、まあ、ちょうどいいなと思ってんけど、ショーン・ブレディのランクアップには。で、逆に次、マイケル・キエーサと、やるっていうのは、まあまあまあ、まあ過去最強の相手ですよね、間違いなく。まあ、ブレディも、無敗とはいえ、やっぱそこまでやっぱ、上位の選手でやってないから、で直近がジェイク・マシューズやからね。元ライト級の。まあ、有望株ではあったけど、最近は微妙やし。で、コート・マッギーとか。だからまあ、今回やっと、まあ、キエーサっていう、まあ、ビッグネーム。と、まあ、ウェルター級で、ようやくやるわけですけど、ブレイディ13位でキエーサ7位。だランクとしては結構開いてる。まあ、それだけブレイディが、ブレイディの評価が高いってことですよね。まあ全然、7位のキエーサでも、まあまあ勝てるって多分、思われてると思うし、キエーサも、ウェルター級に転向してからめちゃめちゃ調子良かったんで、4連勝して、最近ルケには負けたんですけど、だって、7位まで上り詰めてますからね。ドス・アンジョス・ニール・マグニーに勝ってんのはすごいしね。まあ、ライト級はね、そんなにパッとはしなかった。まあ、ウェルターに合ってたのかなっていう。で、ちなみにその、ルケは、今度のタイトルマッチのバックアップになってるみたいですね。で、まあまあ、まあ結論から言うとやっぱブレディかなっていう。ただやっぱ、ブレディとしても、苦戦は、強いられると思いますよね、やっぱり。ブレディはやっぱレスリングでトップキープして、まあサブミッション狙っていくとは思うんですが、マイケル・キエーサもやっぱ下から強いし、下手したら一本負けもわずかにあるんで、ちょっとそこら辺は怖いし、でもブレイディが勝つとしたら、やっぱテイクダウンするしかないとは思う。なんかね、今更なんかスタンドだけで、打撃で塩漬けするわけにもいかんと思うし、まあテイクダウンしてひたすらトップキープして、パウンドでポイント稼いで、やっぱそれで判定勝ちしかないかなっていう。サブミッションさすがに取れないと思うんですよね。最近でも、ね、ギロチンチョークしたり、三角締め、あ、じゃあ肩固めか。したりして勝ってますけど、まあ、
キエーサ相手には厳しいかなっていう。まあでも、期待も込めて、3ラウンド一本勝ちにしようかな。まあ、確かに、キエーサ寝技強いけど、ディフェンスがおろそかなところもあるし、まあ、ルケに、ね、決められたりしてるから、意外と、一本取れんのかなっていう、感じもしますね。でも、キエーサもかわいそうやね。ここで、ブレディの踏み台にされんのは。ランキング自分の方が上とはいえ、多分、踏み台として多分、組まれてますね、これは。まあ、一気にこれで、勝てば、ブレイディが、ランキング7位、6位あたりに入ってくる。楽しみです。はい、以上です。